はしもチャンネル、はしもちゃんです。えー、本日もスペシャルゲストに中田敦彦さんがいらしております。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。はい。ですいありがとうございます。本当に前回は。2> 2回いえいえいえ、ちょっと聞きたいことが本当にたくさんあるんですけれども。はい、ま,まずは、あの、はい、ちょっと懐かしいお話をしたいなと思って。 「NewGod」というね「レディオフィッシュの曲で,で、はい、最初にオファーをいただいてそ<う>コラボをさせていただいたんですけどその話をしたいなと思ってうん、うん、あれはもう5年前ですかね,そうですね2017年、うん、私ずっと気になってたのがああなるほどなるほど。<laughs> すごい美しい声の女性ボーカルの人で曲を作りたいって思ってたんですよ。その,、まあ、その音楽ジャンルとして結構 EDM、はい、だったので、うん、その EDM で海外の EDM とかは結構いろんな DJ さんがこう美しい女性ボーカルをうまく EDM と絡めて大ヒットソングを出してたんで、はい、そのでそれに憧れて EDM と伸びのある美しい女性ボーカルってすごい相性がいいんですよね。 うそう、そんな中で。やっていただきたいなと思ったのがメイデイさんだったんですよ、えー。それで選んでいただけたのがすごい光栄です。本当に。いや、とんでもないです。もう本当に素晴らしかったです。すだってもうレコーディングの時から、もう。もう素晴らしかったですね。レコーディング覚えてますよ。私もなんか中田さんが。私の歌が。なんかフェラーリの。こう、はい。うん ブーンっていうあのあの感じにすごい似てるっていう風に褒めてくださったのを覚えていていやもうね超高級車のエンジン音を聞いたって感じしましたよ <laughs> 嬉しいなかなかそういう褒め方がはい初めてでしたああそうですか初めてき聞いたのですごい残ってますいやもう本当にその <laughs> 歌うために生まれた方なんだろうなって僕はすごい思ったんですよね嬉しいですその 僕なんかね歌,歌が下手ですし相方はね歌が上手いんですけどその芸人さんなのでやっぱりこの何とかしてこう技術力と曲チョイスでこう何とかしてこうみんなに喜んでもらおうって工夫しながらやってたんですけどこれはもう調理せずとも美味しい料理ってあるんだなっていうねそういうのしい見ました本当にだからすごい貴重な経験でしたね。 うん、でもあの曲もその中田さんが指揮を取って作ってるっておっしゃってたので、うんうん、んどんな風に作ってたんだろうって気になってました。そうですよね。うん、ね。それもなんか分析するんですか。そう。<laughs> あのね、作れない分こうなんかもっとこうしてほしい、ああしてほしいって言って、だ料理はできないけど、こう食べてもうちょっと酸っぱくとか、うん、もうちょっと、はい。 こうくとからそれで楽曲作って<ー>でそのボーカルの方のにも「ちょっとこう,こうもう少しこうしてくださいね」とかって生意気に言わしてもらいながら作るっていうやり方だったのでうん、うん、大丈夫かなとかって思いつつ、ね、レコーディング懐かしいですねあとミュージックビデオの撮影の時に。そそそうそうそう、うん、あの大学で撮っ 撮りましたよね。そうそう。あれもね、<う>大変でしたよね。あのなんて言うんですかね。すごく手軽な、うん、うそうカメラでそうスマホですもんあれ。あスマホかあれ。スマホで撮ろうって言って。そうだ。うだ iPhone で行くぞって言って。iPhone で撮るミュージックビデオっていうのは初めてでしたよ。確かにあの <laughs> あん時ね大変でしたよね。いや。 あれねなんか大学とこう協賛して撮るってなって場所がなだからですなんとか大学の中で映える場所を探さなきゃいけないです世界観的に。はいはい、っていうゲームをやっててそ,ううっそれでもう, <laughs> そ,うそれで,で、ね、ここ行けるなみたいなロケハンやったあの森みたいなとこあったじゃないですか。ありましたね。あれロケハンやった後に ロケはやったのが秋で、はい、でそっから冬が来て、そう寒かった。そうお呼びした時、葉っぱ全部散ってたんですよ。そう、カラカラでしたね。<laughs> そ,うそう、それで <laughs> これ話が違うじゃないかって言って大騒ぎしながらなんとか映える角度で撮ったっていう,うあれも本当にね。 そう本当に「んが y j さんこの後来るんだぞ」とか言って大騒ぎしたんですよいやいやいや,いや <laughs> そうなんとか付き合っていただいてありがとうございました,た本当にいやいやなんかねみんなであの、うん、無表情でチキンを食べるっていう、うん、あそう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 あのチキンは何だったんだろうみたいなあ,あのチキンもその学校側から紹介してほしいってなったんですけど <laughs> そうなん 紹介しなきゃいけなかったんです <laughs> その <laughs> 学校の名産をなんか紹介しなきゃいけなくてなるほど学校の中で育てててっ売ってるチキンがあるんですそれを紹介しようっていうそう,か,そうなんか学校からこれ食べてくださいっていうのあったなと思ったんですけどそれチキンだったんですねだから普通 MV でやんなきゃいけないことがそんな点在してないんですごい難解なゲームでしたよねあれね。へー そんな中で撮ってたんですね。いや、本当に、明治湯さんいなかったら、大事故になってました、本当に。<laughs> いや、そんなことないですよ。いや、楽しかったな。楽しかったです。これから、あのー、ボカロ曲も作っていこうと思ってて。おっと。今私、ボカロやります。ボカロやりますとかあるんですか。<laughs> <laughs> あ、歌ってみたやってください、じゃあ、<laughs> ぜひ。あ、それで歌ってみたやろあの、な。 もし僕がリリースした曲があのなんかね注目されたりあこれ歌ってもいいかなって思,思ったらね思ったらでもその定期的に出そうと思うんですよ。へ<ー>その月に1曲とか。あすごいだからもう、ね、毎月1曲リリースしていくぞっていうそういう気合でそれは YouTube で発表するんですか、うん、そうでですその自分のチャンネルで うん、の載せていこうと思ってるんですよね。えじゃあ普通に配信とかはやらないんですか。はい。あそうです。あしますします。あのー、配信も同時に。そうですそうですそうです同時にやります。えー、あのー、楽しみ。ストリーミングとかですよね。うん,うんうん。そうですそうですやりますやります。ますえー、すごい。メイさんってすごいこうとにかくカバーとかすごいねお得意じゃないですか。そうですね。やっぱりカバーを、うん。 あの歌う方が注目されます <laughs>。でもそれってすごいことなんですよ。<laughs> え、そうですか。すごいことだって特に YouTube の世界ではその歌手と歌い手さんの境があんまなくて、オリジナル曲を歌ってる人がすごいとかないんですよ。うんうん、ボカロピーが歌を作ってリリースしてるわけじゃないですか。だから作曲家、作曲家でもリリースしちゃうんですよ。 でそれを歌ってみたっつって歌い手の人が歌ってその曲を作った人がに命を吹き込むことでリスペクトされるんですよこの人バージョンのあれが聞きたいっていうのがあ,あるからその歌ってみたの,その人のチャンネルとかも何百万人人とかいいう登録者の人がいるんですよねだから歌い手さんとしてこんなに向いてる人いないって僕はすごい思うんですよ AJ さん。うわー なんかずっとすごいコンプレックスというか自分のオリジナル曲を歌ってもやっぱり伸びないしオリジナル曲をなんかヒットさせないとやっぱり一人前じゃないいと思っていて、うん、<laughs> それがまだできていないから自分は、ま、本当にまだまだなんだなっていう気持ちでそのカバーを歌うとやっぱりそれが。 どどんどんこう聴、うん、<laughs> いてもらえるようになるっていうのも嬉しい反面、うん、なんかえー、じゃあどういうふうに活動していけばいいんだろうっていうずっと悩んでたので素晴らしいあのー、でもね僕思うんですけど歌がオリジナル曲がヒットしてる人ってそれは素晴らしいと思うんですけどカバーしたら売れる人って少なくないですか実は。うーん ないカバー、カバー、そうかもしれない。カバーアルバムとかが求められる人って、まあ僕その詳しくはないですけど、うんうん、例えばその徳永英明さんとか、うんうん、はい。カバーアルバムみんな聞きたいですよね、徳永英明さんの。そうですね。あと鈴木マ之さんとか、マーチンさんも出してますね。やっぱカバーアルバムを、うわ、マーチンさんの聞きたいとか、徳永英明さんの聞きたいっていうので。 カバーアルバムがすごいっていう人も実はそんなにいないって僕は思うんですよ。でそこにはやっぱりカバーをすると圧倒的に良くなる才能っていうのがあってあ<ー>僕はそれをもっともっと誇りに思って生かすべきなんじゃないかなって思ってるんですよ。なるほどね。僕はなんか申し訳なさそうにオリジナルソングじゃなくて今回もカバーですじゃなくて。 私はカバーの天才なんだということで、はい、<laughs> いろんなものをカバーするのが僕はすごいいいと思うんですけどねなるほどねオリジナル曲がないんじゃないんですよカバーの天才なんですよ、うん、で、そのカバーの天才って YouTube でめちゃくちゃリスペクトされてるんですよじゃあ YouTube でもしかしたら好きになってもらえる人がいるかもしれないってことですよねめっちゃ増えると思います待ってると思いますその際の へだから、ユーチューブでヒットしてるボカロ曲とかをその歌ってみたで可愛く歌うとかかっこよく歌うみたいなのはすっごい、うん、いいことだと思うのでちょっとそれをぜひ研究していただきたいし僕は僕で芽郁さんに歌ってもらえるようなカバーしてもらいたいって思ってもらえるような曲をこう出していきたいなってう思うんですようお互いの目標が見えました。 見えまあと悩み悩みが結構いっぱいありまして。<laughs> そそんんなにあるでですかでそうですか、ね、うね聞きたいのはその前にその中田さんのチャンネルの方で、うん、その以前バッシングを受けたことに関してお話しさせていただいたんですけどうん、うん、なんかこう今までそのバッシングを受けたことに対して自分からは あんまり反応はしてなかったんですよ。でも、それを私は、何か。なん、なんて言えばいいんだろう。あの、ネタにして、出すべきなのか。ほう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 。なんか、出した方が。楽になるのかなっていう自分もいて。そこは、どうしたらいいんでしょうかね。あ、そっか、言われて。<laughs> 嫌だったなーっていう言葉とかがこう溜まってるんですね自分の中にい,いっぱいありますよああそうなんだ結構人に向けられてるアンチの言葉って意外と他人知らないですよねああそうです私は自分のをいっぱい調べてるから知ってるだけかもしれない僕への誹謗中傷も僕以上に知ってる人って多分周りにないからあーそのそっあ 言われてたんだみたいなぐらいの感じだと思うんですよね。ね<ー>周りってだから私はこういうふうに言われましたって発表するとあの逆に言うと言ったら広めてくれるって思うから <laughs> か<に>もっといじめようみたいな感じになっちゃうかなとは思ったんですよね。<laughs> そうか。うん。だからまああの本当にブロックして気にしないぐらいで。 やっちゃうのが僕はむしろいいのかなと思ってそのこうね逆にネタにしようってことはそうしないとこう消化できないっていうところがどっかあるから消化したいって思うけどそれをこう大っぴらにするとあなんかもっと気の利いたセリフで悪口言ってやろうみたいなそういう感じそうなるとまたいじってくれるぞってなっちゃう気はしましたけどね。 まあ全く気にする必要はないと思いますけどねわかりましたもう気にしないブロックですブロックあと NG ワードの設定ってできるんですよコメントはあっ YouTube で YouTube で YouTube で NG ワードの設定してもうこれはうんざりだなっていうコメントとかは NG ワードにしとけばなるほどストレスが軽減できるかなと大事ですねはいうん わかりました <laughs>。そういう悩みがあるんですね。うん、<laughs> ありがとうございます。これはちょっと中田さん聞かれたら困るかなと思うんですけど、そのうん、うん、バラエティ番組に、はい、あの呼んでいただくことが多くなったんですよ。YouTube を始めてから。はい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 。多分そのあこういうのやってくれるんだみたいな多分プロデューサーさんが見ていろんな企画に呼んでくださるようになって。 いるんですけどそのバラエティーに出る時の自分のスタンスが、うん、悩んでるというかえ、か<ー>、うん、なんかその,の YouTube の時のちょっとこう「名人<あ>と違うおちゃらけた橋本ちゃん」を気軽に出していいのか。 それとも,も求められてるその歌手としてのもう面白さとかもう求められてないと思ってもう歌手として出出るののか <laughs> なるほどバラエティーの出方ですね <laughs>、うん、すごいんか自分ではまだ全然つかめてないというか、うん、いや難しいですよね特に出る番組によって MC の人とか出演者の人も違うから。うんうん その人とこう,う、ね、なんか面識あったりねあ悪い人じゃないって思ってたらリラックスできるけど、うん、どういう人なんだろうって思ったら緊張しますよね。緊張しますねうん<ー>でもなんかこうまあでもうん本当に YouTube 始めて、うん、すごくなりました。それは 素晴らしいことだとだ思うので欲しいって思われてるってことですからだから何が欲しいって思われてるかを理解せずともこうその場に行ってまあ多分ねバラエティのプロが揃ってると思うのであのステージの上では自分がまあ主役ですけどそ,こそのバラエティでは一個食材の一つとして入ればいいのかなと思いますけどね、うんうん、確かにそうですね。 うんなんか面白くな,なかったら呼んだ人と周りの人のせいだって思えばいいんですよ。<laughs> <laughs> 明治駅伝でなんで面白くできないのっていうそれぐらいのメンタルというか。なるほど。だって明治さん絶対面白くしてくださいねってプレッシャーかけられることがないと思うんですよ。<laughs> ないです。<laughs> 明治さんを面白くしなきゃいけないのにプレッシャーかかってるのは周りなので。はい。 なるほどだからそのそうまな,まな板の上の恋みたいなねまな板の上に行くみたいな感じでわかりましたいいんじゃないですかねじゃあ無理でも自分も魅力的だと思いますからいやいやなんか無理にこう出そうとしなくていいですよね、うん、きっとねあ全然大丈夫だと思いますよかりました思ったこと逆に無理してなんか合わせる人もないですしねはい違うなと思ったら違うとか言,って言えばいいのかなって。 最近バラエティ出てないんで俺も分かんないんですけどね <laughs> いや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 ,いやえ偉そうに話しましたけどもう2年以上出てないから分かんないですよ最近のそ,っかそうだから日本から出てから一切出てないからへ、ね、えー、なんか今のそのライフスタイルってそうですよねなんか不思議ですけどね YouTube とにかく撮るあとまあ自分のオンラインサロンのため生配信するとか、うん、だから全部自分がプロデュースしているものの中にしかいないから逆に言うとストレスはないんですよ。うん、なるほど。で自分が話したい人とだけコラボしてこうやって対談できるじゃないですか。うんうん、だから全くこうストレスはないんですけど、うん、そのもうちょっと関わりたいっていうのもあるのかもしれないですね。だからその日本に、はい これからちょくちょくまた行けるようになるので隔離期間とかがどんどんなくなっていくので、うん、行って実際に会ってお会いしてコラボしたりとか、うん、あの番組を撮ってみたりとかっていうのはもうちょっとできるようになるかなぐらいの感じでなるほどあの私のアイ,コンアイコンとチャンネル名ってこれでいいですかね変えた方がいいですかな <laughs> なんかかかりやすすいいいいアーシャみたいな方がいいですかね確かに これは最初の動画の時の写真なんですよ。全然悪くはないですけど<う>あのーうん、一番決まってる写真を選んでもいいのかなっていうなんか本当に白バックで決まってる写真とかでもなんかカジュアルな感じは確かにするかもしれないですね。でチャンネル名で言うと「ジェ J」の「ネル。橋本チャンネル」<laughs> ネルかわいいですけどね。 <laughs> でまあなんだろう大丈夫ですかねあのコメント欄見てて「何で橋本チャンネルなんですか?」っていうコメントが下の方にあったんですよ。あ,あ,<お>ありましたねし最近の動画でね。なので結構こうそのねななんでこうなってるんですかとかっていうのは結構そのいわゆるなんだろうな視聴者が気になっちゃうことっていうのがあってあ<ー>僕も最初革ジャン着て授業やってたんですよ。はい、はい <laughs> でなんで革ジャン着て授業やってるんですか?」っていうコメントがあった時になんかそこが気になってもう授業の感想をくれてないいいいんですよははい、はい、はい、だから気になるってことは邪魔なんだろうなーって思ってーでスーツにしたら「なんでスーツ着てるんですか?」っても聞かれないんですよ。なるほどだから「メイジェイ、J、チャンネル」とかにすれば「なんかメイジェイ」の普通にチャンネルがアルファベットで「メイジェイチャンネル」とかになってれば。 誰もこう突突っ込み、うんまあ、はない。とか,らかなんかこうチャンネル決める時に普通に「名人チャンネル」じゃつまんないよねって思って「橋本チャンネル」にしたんですけどだからまあ名人橋し名チャンネルチャンネルがひらがなとかでもいいと思うんですけどなんか「橋本もっめいさん」っていう名前自体がファンの方以外やっぱりまだわからないところあると思う、まあ、そうですよね。 のでメイジェイチャンネル」で「はしもっちゃん」っていう誰か違う人が出てくるのかなってやっぱ。でなんかはしもっちゃんを知らないので「メイジェイとはしもっちゃん」のチャンネルなのかなって。あ<ー>で,で見始めたら「どうもはしもっちゃんです」って言うから「あこの場合はしもっちゃんって自分を呼んでらっしゃるんだな」っていう理解するまでにちょっと困惑があるのかなとは思って、はい、ほど。 メイチャンネルでもいいいかなとは思いますけどねもし普通に「イジェ j チャンネルあの」直すのに何か抵抗感がなければ変えそれぐらい <laughs> フランクに変えちゃってもいいのかなとは思いますけどね、えー、これからも仲良くしてください本当にこちらこそありがとうございました本当にくだらない,い悩みたくさん聞いていただいて <laughs> とんでもない,とんでもない <laughs> <laughs> ありがとうございましたありがとうございましたはいということで、えー、はしもチャンネルここまでです皆さんチャンネル登録そしてグッドボタンを押すのを忘れずにということでスペシャルゲスト中田さんでしたありがとうございました <laughs>